皆さん、こんにちは。アトリエヴァンドゥワイン、ボルドーワイン委員会国際講師の古川由美です。2022年もよろしくお願いいたします。早速ですが、こちら、トリビアル・ポシュイというフランスのボードゲームです。いろいろなテーマのものがあるようですが、こちらはワインがテーマのものです。一度大人4人で挑戦してみましたが、難問や鬼門の数が多く、かなり苦戦しました。ワイン愛好家の方だけではなく、プロの方でも楽しんでいただける内容の質問だと思いますので、皆様もぜひ一緒に考えてみてください。それでは早速、スタート!まずはこのカマンベールのコマをスタート地点に置きます。1,2,3。青が出ましたので、青の問題を読んでいきたいと思います。ワインの地理に関する問題。ケルプカンシップクリマスビールビニョブルエスパニョール。スペインのワイン生産地の主な気候は何ですか？正解は、アンクリマメディテラネアン。地中海性気候です。このスペインの主な気候、地中海性気候は温暖で乾燥しているところが特徴です。この気候はブドウ栽培にとってとても有利な条件であります。なぜなら乾燥していて湿気が少ないとブドウの病害のリスクが低下するからです。それでは次の問題に行ってみましょう。はい、5が出ました。1,2,3,4,5。ピンク。では、ピンクの問題を読んでいきたいと思います。品種やテロワール。コモンアペルトン、ルピノブロン、オンナルマン、エオンナルザス。ブドウの品種にピノブランがありますが、このピノブランのドイツ、そしてアルザスでのシノニム、別名は何でしょうか？正解はクレブネルです。世界のブドウ品種にはこのようなシノニムと呼ばれる別名があることがあります。例えばミュスカデという品種はムロンまたはムロントブルゴーニュと呼ばれていたり、カベルネフランはブルトンと呼ばれています。それでは次の問題に行ってみましょう。はい、5が出ました。1,2,3,4,5。それでは次、黄色の問題に行ってみたいと思います。歴史。ケルマラディ・デ・ラ・ヴィニュ・フラップ・ル・ヴィニョーブル・ボルドレ・ドン・レ・ザ・ネ・ディ・ジュイ・ソン・サン・コント。ロディウム・ル・フィロキセラ・ウル・ミルディウム。1850年代にボルドーのブドウ畑を襲った病害は次のうちどれでしょうか？うどんこ病、フィロキセラ、もしくはベト病。皆さん考えてみてください。正解は、うどんこ病です。うどんこ病とは、ブドウの木にできるカビの病害です。このカビの病害は、湿気が多いところでリスクが高くなります。ボルドーは海洋性気候といって、湿気が多いため、このようなカビの病害に気をつけなくてはいけません。それでは次の問題に行ってみましょう。1。オレンジです。それではオレンジの問題を見ていきましょう。サプライズ問題。Quel est la contenance d'un chéroboin? 3 litres, 4,5 litres ou 6 litres? ボルドーのボトルサイズ、チェロボアムの容量は次のうちどれ？3リットル、4.5 リットル、6リットル。正解は 4.5 リットルです。
ちなみに通常のサイズは 750ml、 マグナムはその倍の 1.5L、 ドゥーブルマグナムは3L、 アンペリアル6L があります。こちらはボルドーのボトルのサイズになりますので、他の地域では異なることがありますので気をつけてください。今回の問題がオレンジでしたので、こちらのオレンジを入れていきます。それでは振っていきます。1、緑です。科学とワイン。Que signifie l'abréviation VTN? VTN とは何の略でしょうか？正解は Vin du Naturel です。 Vin du Naturel とはフランスの酒税強化ワインです。ワインの醸造中にブドウ由来のスピリッツをワインに添加することによってアルコールを強化したワインのことです。特に有名な産地はローヌ地方のミュスカドゥボームドゥヴニーズ、またルーシオン地方のバンニュルスなどです。あと一つになりました。最後の問題、はい、三角が出ましたので、私は結構品種やテロワールの問題が好きなので、このピンクに行きたいと思います。はい、では最後の問題行ってみたいと思います。品種やテロワール。ケレルセパージュオンブレマティックトゥユルグレイラシラルメロプルタナ。ウルグアイの代表的な品種は次のうちどれですか？シラ、メルロ、タナ。正解はタナです。タナという品種は色が濃く、タンニンといって渋みの成分が多く、熟成能力が高いワインを生み出します。6問埋まりました。皆さんいかがでしたか？どれぐらい分かりましたでしょうか？今後もこのように一問一答皆さんにしていけたらと思いますので、ぜひまた楽しみにしていてください。最後に今日のペアリングをご紹介したいと思います。本日撮影日が2月の3日節分ですので、簡単に恵方巻きを作ってみました。今日のワインは問題にも出たアルザスのピノブランです。ピノブランのシノニム覚えてますか？せーの、クレブネル。